えー、抗がん剤治療の中で、えー、頭痛管理というお話がありました、えー、一部、まあ、あの製品名も出ました鎮痛剤の名前も出ましたけれどもがん、えー、性疼痛に対しての現在の対処処置などペインコントロールについて教えくださいということですけれどもえいかがでしょうかペインコントロールえっと膵癌がんの治療をやる人間はあのやる医師はですねどうしても 痛対策がが非常に知識も経験が必要とされていますであのやはりあの NA 制度といわれる一般の鎮痛剤はもう朝昼晩と飲んでいただいて痛みを抑えてしまうというようなことをまず第一段階として,しましてやっていますであの痛みは我慢できるけどってすぐ患者さんはおっしゃるんですけど我慢をすると必ずその我慢が体に戻ってくるんですね。 で,すんでやっぱり体調が悪くなってくるのでまあ騙されたと思って痛みの薬を飲んでみてくれって言うんですねで最初はボルボルタレ座薬などの鎮痛薬をよく使われてるんですがすすぐぐ効くくけどすぐかなな座薬で胃が荒れることがあるっていうことは患者さんはあんまり分かってらっしゃらなくて体に入ると結局は胃にくるので。 ボルタレンを1日に3回も4回も使っていればやはりお腹あの胃が痛くなってくる方もいるのでやはり座薬で管理するのではなくて座薬は治療をしてるんだけどもそれでも痛くなった時の僕らの言葉で言うレスキューにだだけ使ってくださいですので朝昼晩または朝晩と普通の痛み止めを飲んでそれで患者さんの痛みがきかあ このぐらいかなと思うところがと,ころが、えー、と私の患者さんが100人いると60人弱ぐらい痛みがある方がいるんですけど60人のうち30人は一般の痛み止めだけでもうすごく元気になるんですね。でその後抗がん剤をやっていけばだんだん抗がん剤が効いてくれば痛みは減ってくるので痛み止めは減らせるわけですけどそれが2ヶ月後か3ヶ月後か。 ということを考えると最初の2ヶ月だけでも痛みをほっとくと体調が悪くなってきて栄養渋滞が悪くなってきてじゃあ2ヶ月後その薬が効かなかった抗がん剤が効かなかった時に次に行こうと言った時の体力がもうないかもしれないですねですので抗がん剤で症状緩和効果があるからもうちょっと痛み止めを待ちたいという患者さんがいらっしゃいますがそれは棚にその気持ちは棚に置いてまず痛み止めを開始するということは非常に大事です 家族のの方も次の段階、例えば一般の痛み止めで効かなかった時にモルヒネの投与オピオイドの投与を打診すると非常に嫌がられるケースが多いんですがやはり患者さんのことを考えれば痛みを抑えて次に続くっていうふうなことを考えていくんですねそうしますと、まあ、まず一般の痛み止めを定期で飲んでいただいて効かない痛みでだいたい夜痛いと患者さんはおっしゃいます。 夜は寝静まってこう考えることがなくなってくるので痛みに集中するのかあ夜ちょっと痛いとおっしゃるのでその場合はレスキュータイプのモルヒネまたはオキシゴトンなどの麻薬をあの一本飲んでもらうんですねでもう最初は患者さんもあの先々週出してても今週まだ飲んでないということが多いですもうやっぱりもらったけどさほどの痛みじゃないし飲まないでいいんじゃないかなと思って置いてありますっていうんですけど。 その時はやはり騙されたと思って一回飲んでみてくださいでそうしますと患者さんからすぐメールが来て先生が言った通り飲んだら夜ぐっすり眠れたやっぱり聞いて良かったというようなことがあるわけですねだからそういう意味で麻薬と聞くと非常にあの管理も面倒くさいし患者さんにしてみれば嫌な気持ちがするかもしれませんがまあ、主治医はその患者さんを薬漬けにしようと思ってやってるわけじゃなくて痛みを取って 体調を良くすればどんどん先につながっていくということを考えて出していると思うのでその辺はよく聞いてくださいもし主治医がその疼痛管理に長けてない場合その病院の薬剤師さんや疼痛管理専門の看護師さん等もいらっしゃいますのでそちらに相談していただければ必ず道はその病院で開けていくんではないかと長くなってすいません。 ありがとうございました。あのよく患者さんたちはあの癌性の痛みなのか 筋肉痛ななのか分からない初めてがんの痛みを体験するわけですからねあの私たちにはなかなか分からないので変化を主治医に伝えましょううということを私たちは言っていますこの前まで感じなかったけど何かここが張る気がするとかそういうことを伝えるとドクターの方からそれはがんから来る痛みかもしれない次こうなるかもしれないからこういうお薬飲んでみましょうということがあろうかと思いますのでそういうふうにして痛みと上手に向き合っていってほしいと思っています。 ます。で、この方はあのご自分のご連絡先を書いてくださっていまして、あの特定のドクター、あるいは病院の名前を知らせてほしいというご質問ですので、これは個別に対応させていただくことにいたします。これもまた井岡先生になるんでしょうか？初期段階のがんに抗がん剤治療で効果が出ないでしょうか？初期段階のがんに。 抗がん剤治療で効果が出ないでしょうか、えー。私は何度も申し上げてますが、切除ができる患者さんは全部外科医にお回ししてお願いしています。で、やはり内科医たとして思うのは、今現時点で切除しても治りきらない人を何とか外科医にお願いして治していただくというのが内科医の使命と考えているので、えー、手術をすれば治る方を他の理由がなければ。 お引き受けすることはないと思いますということですのでまずはあの手術ができるかどうかそこからということですねそれからジェムズアールの標準的な使用期間何クール投与が可能なんでしょうか副作用がなければできるだけ長く使用した方がいいのでしょうか その通りだそうでございまして副作用がなければもうできるだけ長く服用していいということだそうです。